い、皆さんこんにちは、二階堂あきです。今回のうちくる収録店は東京都大田区にあります楽園蒲田店さんでの実践となります。初めて来るんですけれども、蒲田駅自体はちょっとあの麻雀の方のお店の関係で何回か来てるんですけれども、楽園さんは初めて来るお店なんですが、朝の抽選がもうすでに終わってまして、320人くらいですかね、朝から並んでまして、そこから抽選引いてなんと279番だったんですけれども、なんとか流れで、スロットフラワーまで行きましたら、まあまあ空き台ありまして、ハーデスをとりあえず確保している状態で今オープニング撮ってるわけなんですけれども、もうとにかく人がすごいので、朝一あのハーデスがダメだったらもしかしたら移動できないかもななんて思いながらも、ただもしかしたらあの回転の早いお店かもしれないので、まあちょっとこの後の移動をするかもしれないなというのも考えつつ、とりあえず苦手なハーデスで頑張っていこうかなと思っております。それでは実践の方頑張っていきますのでよろしくお願いします。全然無理です。全然無理でした。だってジャグラー超埋まってるのに、鼻鼻も埋まってる。危ない、肝臓が開いてました。外線も開いてる。外線ハーデス、ハーデス開いてんな。ですね、ちょっと自分の家自体は開いてなかったんですけれども、ハーデスが一台開いてたのでハーデスから行ってみたいと思います。ゴッドで、もう分かんないけどね、すぐやめて移動するかもしんないけどね。よく見たらね、1日前2日前がね、大当たり0回なんですよね。もうそういうデータを見て選ぶ余裕もないくらいお客さんが多かったので、あまりこう見ないで買ってしまったのですが、いやね、前日大当たり0回だから、もしかして移動してきたのかしらなんて思ったんですけど、隣は前日5回とかついてるんで、5回とか6回とかね。なのでまあ今日はもしかしたら普段より特別お客様が多いのかもしれないですね。
なってるけど、あれいつだっけな、多分2ヶ月くらい前かも。その時にね、ゴッドを弾いてるんですよ。でもね、多分続いて7万ゲームくらい回してメイトライズが弾いてないんで、負けするんですよ。この辺もね、なんかちょっとこう苦手意識がある。この大きい分も収束しろって思いながら打ってるんですけど。私の見える範囲で誰も弾いてなかったら弾ける気がするのに。まだ島で一人かな。もし誰かが2回とか弾いちゃったら弾けない人が出てくるみたいな、そんなくだらないことを考えながらいつも打ってるんですけど、いやいつもハーデスを打ってるわけだな、ハーデスを打ってる時はいつも打ってるみたいな感じ。
これ一個でいいです。
めに取れてる。何もなかったからこれかって思ったんだけど、お父さん来ました。やばい、楽しい。ハードス打ってきて人生で今日が一番楽しい。30ゲーム頑張って乗せたよ。超めめ光ってる。もう当たった当たった。
さんじゃなかった。もうおしまいだったってこと。残念ですね。リプレイかと思いきや。ガオしてる、ガオしてる。もうワンワンで120だったら全然いいっすよ。何かが起こったかもしれないのに起こんなかったよね。普通に761ゲーム普通に最初のお父さんよりやれてますからね。500のお父さんよりやれてる。
弾や続いてるよ。お、わあ、誰かな。ガンは誰かの誰かのワンワンだね。50じゃなきゃいいんです。バウバウ、あ、またあったよ。はーいって感じ。ゲーム超えたよ。してますみたいな感じ。我が家にお母さんいないんですかみたいな。
はい、実戦終了いたしました。お疲れ様でした。本日の結果ですね、投資が500枚、そして出玉が4737枚なので、プラスの4237枚と大勝利ですね。ハードスでこんな出たことないんですけどっていうくらい今日出たんですけど、今日は楽しかったですね。設定はまるで分かんないですけど、ただ私のそのなんていうんですか、数少ない本当に少ない知識から参照するとおそらく高設定ではないなって思いながら打ってましたけど、ちょっとね意地でどうしてもゴッドが引きたかったんですけど、ゴッド引けなかったですね。でもゴッド引けなくても勝てるっていう証明ができたからいいです。ゴッド引けなくたって勝てるんだよ。なんかもうそういう確定役とか、1回だけの紫引きましたけど、2万分の1、8000分の1引けないんだから2万分の1も引けないよねとか思うんですけど、周りはパンパン引いてたんで私にも来るかなと思ったけど来なかったですね。けどいいんです、楽しかったです。はい、大勝利で収めることができたので良かったと思います。また内来さんの方にもね、顔出させてもらうと思いますので、その時もまたぜひ見てください。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。